実はですねオンラインかける一対一で好きから自己肯定感を温める夢中教室が取り組む不登校サポートということで和を振る株式会社社長の辻田さんにお越しいただきましたあの辻田さんのご紹介はすでにメールでも皆さんにご案内済みですので早速ですけども時間限られているので、はい、え辻田さんにマイク渡したいと思います、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますでは早速画面共有させていただきます、はい では今あのご紹介に預かりましたワオフル株式会社の辻田と申します。ちょっと軽い自己紹介からさせていただけたらと思います。ですね、僕が、えー、とワオフル株式会社という会社を立ち上げていて、夢中教室ワオという、えーま、不登校の子たちを対象にして、ま、その子たちが、えーとま、自分の人生にあの、ま、前向きに歩めるような、えー、と伴走のオンラインサポートをしていくという授業を、えー、行っております。 僕自身は、えっと、茨城県生まれで、えっと元々教育畑ではなくて、東京大学の経済学部を卒業して、大学院でも、えっと、そのまんま経済学部の経済研究科に進んであの、東南アジアの貧困研究とかを行っていたというような、えっと、少しバックグラウンドがあるんですが、まあ、そこで出会うような子どもたち、 がまああのまあ、インドネシアのスラム都市の中のスラムに近いようなところの子どもたちとあのフィールドワークとかで触れ合うことが多かったんですけど、まあ、その中ですごいその子たちがなんか、まあ、もちろん生活は大変だったりとか水が汚かったりとかあるんですけどすごい生き生きしてる子たちとたくさん出会ってすごい家族の人たちもすごいこの家族でこうやって毎日暮らせるっていうことが幸せなんですよみたいなことを言っているっていう人たちと出会って。 その中で僕は結構学生時代、学部時代から日本の中高生と話す距離や教育みたいなことも携わっていて、まあ、結構そういう海外の子どもたちと日本の子どもたちをまあ比べたときに、まあ、日本の子たちがすごい自己肯定感が低い、まあ、なんか目標を持ってこういうことするといいことあるよっていうふうに言ってもなかなかいや自分はそうじゃないんであなたとは違うんでみたいな感じで、まあ、結構言ってしまう子とかが多くであって まあそんな中で、なんか10代の中から、そういう自分の可能性とか諦めちゃうのってすごいもったいないなっていう、そういうことを感じていたりしました。でその中で、僕が新卒で、このボーダレスジャパンというところにえっと入社したんですけども、このボーダレスジャパンっていうのが、ソーシャルビジネスといって、その社会問題を解決することを目的にするビジネスだけをやるという会社で、そこの中で社会起業家採用というのを行っていて、 まあその社内の中のグループ会社としてゆくゆくは事業を立ち上げていくというところの枠の採用で入社をしてで、まあ、1年目はボーダルスジャパンの既存の別の事業の中で修業をしたりしながら、まあ、ちょうど1年後にこの「夢中教室」という、えー、運営するアオフル株式会社を立ち上げてもともと僕がえ課題感に持っていた。 日本の子どもたちの、まあ、自己肯定感が低、まあ、か,かったりする問題というところに何かできないかという、まあ、そこに、まあ、一石投じられるような事業を作っていこうということでやっていてでそれで最初に少し紹介させていただいたこの不登校の子たちのオンライン伴走事業の夢中教室というものを立ち上げましたでそれでちょうど2年間たちょうど2年少し経ったというような形になっております、はいまあ、ちなみに趣味はめちゃくちゃ僕アウトドア派であのキャンプ行ったりだとか 山登ったりだとか、あと動物がめちゃくちゃ好きで、特に爬虫類が大好きだったりします。はい、ということでですね、じゃあ早速、えー、今日の、えー、中身に入っていけたらというふうに思うんですけれども、まあ、今日皆様と一緒に考えたいなという思うことが、まあ、大きく2つ、えっと、準備してきました。一、まあ、つがですね えっとまあ、この不登校の子どもたちっていうところもしかしたらあの結構背景としてご存知の方も今日いるかもしれないしあんまり周りにいなかったりとかでよくあの知らないんだという方がもしかしたらいるかもしれませんなので不登校の子たちが抱えている本当の辛さっていうのは何なんだろうかというところについて少し一緒に考えたりできたらいいかなと思ってます その後にですね、あの本日のタイトルにもあった通り、この夢中教室が行う伴奏プログラムというところで、どういう不登校の子たちに対する、あのどういうサポートを行っているのかというところの紹介をさせていただけたらなと思います。はい、それではですね、えー、早速なんですけれども、まずちょっと皆様と一緒に考えてみたいなと思うことが、この不登校とは何だろうかと。不登校っていうのは何が問題なんだろうか。 少しここの問いを皆様に投げかけてみたいなと思います。結構最近ね、ニュースとかでも、まあ、特にこの新学期夏、夏休みの長期明けの新学期とかは不登校の子が多くなるとか、なんかそういう結構悲しあのニュースとかも流れるかなと思うんですけれども、不登校っていうのは一体何が問題なのでしょうか。ちょっと少しデータ的なところから最初入っていけたらなと。 思うのですがあので、まあ、これちょっとデータ少しだけ古いんですが、えー、現在、ですね、えー、不登校の小中学生、まあ、これは文部科学省が取った長期欠席を30日以上しているという、えー、小中学生がだいたい今、18万人以上と、ここには書いてあるんですが、えー、ちょうどこの間のデータとかではもう19万人以上いるというようなデータになっています。でまあ、割合としては、えー、小学生 よりも中学生の方が倍近くいるというような形ではあったりしてでその中でですね、まあ、あのフリースクール等の,その学校外の居場所とかに通えている子っていうのは実は3%ぐらいしかいないというようなデータもあったりします、まあ、その市が行っているようなその、まあ、適応教室みたいなところも合わせたとしても、まあ、10%ちょっとぐらいの子が学校外の場所に行けてないというようなそういうデータがあったりします あともう一つだけデータを少し紹介させていただけたらと思うのですが今度このスライドの右側のデータになるんですけれどもこれですね小学生の不登校の原因調査というところのデータになっています。あんまり僕はその不登校の子にその原因を知ったりするっていうのはあんまり意味ないんじゃないかなと思っている派ではあるんですけれども一応その全体像をつかむという観点で少し紹介させていただけたらと思うんですが。 これもですね、文科省の調べで、この不登校になってしまっているというところの原因というのが、結構この無気力であったりとか、不安などの情緒的混乱と書かれているんですね。なので、なんかその、なんでしょう、その、いじめだとか、なんかそういう教員との関係がみたいなところよりは、こういう数字が出ているみたいなところが結構データとしては出ています。ただ実態としては、その、 僕の肌感ではあるんですけれども、実際にその不登校の子たちとまあい,ろい,ろいろいろ接している肌感からすると、まあ、そういう人とのコミュニケーションがうまくいかなくて、結果、不安が生まれて、まあ、そういう人たちが合わせてこの青い部分にも、不安などの上昇的混乱みたいな感じに含まれることもあるので、まあ、一概にあの全部これが正しいかというと、そうじゃない見方もあるかなとは思うので、あくまで参考までにお話しさせていただけたらと思います。 で、まあ、ここまであのお話をしたときに、さ不登校というのは何が問題だと思われますかもちろん人数が増えているというところが問題だと思われる方もいるかもしれないし、居場所がないことが問題だと捉える方もいるかもしれないし、まあ、学業にこうやって遅れていくことだというふうに捉える方もいるかもしれません。ではですね、そこの解像度をもう少し上げるためにあのより、 実際の,その不登校の子たちどんな子たちなのかというところをあの少し紹介できたらと思うんですがこれは実際に夢中教室に通われている生徒さんのえっと保護者さんから頂い,いた声というのを載せていますこれは夢中教室に入るときにどういう状態かということをヒアリングしたものにはなるんですが例えばですねこの学習障害といってその発達障害の中の一部だとは言われてはいるんですけども その書,き書いたりとか読むのがすごいその神経の、えっと、発達の関係で苦手だったりするお子さんっていうのが一定数いますでそういう子たちがあの今の日本の漢字の読み書きとかがすごい苦手だったりしてしまってそこでその学習に対するあの自信がまあくじけてしまってすごい学校に行きたくないなと思ってしまっている子がいたりだとかあとはこの ASD って言われる、まあ、自閉症と言われるあの 障害の一種、えー、であるとかその LD とかで、まあ、なんか先生に伝えたいことがうまく伝えられなかったりとかでその中で先生から怒られて、まあ、自分を責めて不登校になってしまったお子さんだとかあとはその聴覚過敏のお子さんも結構多いんですけどあのすごい大きな音が苦手だったりするお子さんです、ね、でそれですごい音が気になってで人の集団が怖いっていう集団に対する漠然、まあ、とした恐怖感を覚えてしまうっていう生徒さんも結構多いです。 そういうお子さんもいたりとか、まあ、あとはあの、まあ、特に理由もよくわからないんだけど、学校行きたくないんだよね、学校行けないんだっていうふうになってしまったりだとか、あとはそういうクラスメートとのトラブルとか、そういうコミュニケーションとか、まあ、あとはそういう起立性調節障害と言われるような、朝なかなか起きれないっていうような、まあ、そういうところのいろんな理由であの学校に行けなくなってしまっているということが起こっていたりします。はい、でですね まあこういうのところを、えっと、今、いろいろと紹介させていただいたんですけれども、まあ、今のところを見ても分かる通り、あの不登校の子さんっていうのは100人いたら、本当に100通りの不登校があるというふうに僕は思っています。あの本当にその子のまあマイノリティの特性であったりだとか、気質があったり、まあ、近年結構 HSP って言葉もよく言われたりするとは思うんですけど、まあ、そういうところも含まれるかとは思います。あとは、そういう人間関係だったりだとか、まあ、教室の環境だったりとか、 学習の状況であったりとか、本当にその一人一人が別々の状況に置かれていて、一人一人がそのいろんな経験を経た上で、今の不登校になっている、選んでいるというような状況が起こっているというふうに捉えています。ただですね、まあこういうのがまあどうして起こってしまうかって言ったときに、1、まあ、個あるのが、結構、その既存の日本の確一的な義務教育っていうところ。 ではやっぱりこうしないといけないっていうところがまだどうしても根強いところが結構あるのかなと思っています。もちろん日本の義務教育って結構優れてる点もたくさんあると思っていて、まあ、日本の最先端にしている技術だとか、まあ、そういう教育水準とかっていうのはもちろんその義務教育の賜物だとは思っているんですけどもその良い,い面と悪い面と捉えた時に、まあ、悪い面として起こってしまっているっていうのが、まあ、この確実的な部分っていうところで、まあ、今の時代と、まあ、これからその自分らしく その自分が自分の力でその答えのない時代を生きていくっていう時代に突入したこの現代において、まあ、そういう確実的なところいわゆる普通というものを求めるっていうところが、まあ、なかなか悪いいいい作用とととしてて働くことも多いのかなううふうに捉えていますでそうなると、まあ、普通のレールから外れてしまったとうまくいかなかった時にマイノリティの子たちが感じてしまいやすいというのが、まあ、日本の学校だったり社会の現状かなというふうに捉えています。 その時に、まあこに、改めてこの不登校に起こった時にどういうようなことが起こるかという流れを、えー、まとめてみたんですが、まあ、こういう確実的な日本の学校教育に対して、まあ、発達の特性であったり、な、まあ、何らかの理由でうまく合わなくなったといった時きに、まあ、現状、学校に行けなくなったとなった時に、別の選択肢というのがほぼない状態です。の最初にお見せしたデータにもあった通おり、まあ、フリースクールだったり、他の居場所というところに行けているお子さんというのは、すごい結構少なかったりするんですよね。 でそうなったときに、まあ、不登校になったときに、まあ、自分のレールから外れてしまったんではないかと錯覚してしまって自己肯定感が低下してしまうという子たちが一定数いるかなというふうに認識していますでここでですね、夢中、まあ、教師としてどういうふうにこの現状を捉えているかというと、まあ、この不登校になるということ自体が問題だと捉えているわけではなくてあくまでこの不登校というのは減少に過ぎないかなと捉えています。 で問題はどこにあるかといったときに、まあ、この不登校になったことで、レールから外れてしまったんだと、まあ、子ども自身、もしくはご家庭さんも合わせて錯覚してしまって、まあ、その自己肯定感が低下してしまう、自分はダメなんだと思ってしまう、なんかそういうふうになってしまう状態っていうところが問題かなと思っています。まあ、なので、まあ、この問題、なので、未中教授としては、その最初の不登校とは何が問題なのでしょうかと、まあ、皆様にあのちょっとお尋ねしたんですけれども。 いいいいろんな考え方があっていいと思いますでその中で僕たちが捉えているのはこの自己肯定感が低下してしまうというそこに問題があるんじゃないかと置いているという、まあ、その時に、まあ、じゃあ本質的な原因がどこにあるのかといった時に、まあ、その学校に合わないもちろん学校の教育制度がガラッと変わってくれたらあの大きく変わることもあったりするんじゃないかなとは思うんですけれども。 まあそのいきなりがらっと変えることが難しかったりするという現状もある中で、まあ、結構この別の選択肢がほぼないっていうところは、まあ、一個この本質的な原因なのかなと捉えています。でその時にまあもしこの別の選択肢がほぼない状態でも、まあ、何か学校が合わなかったとしてもそれでも人生は面白いじゃないかと思える選択肢が常にあってこの社会の中にあって。 それに出会えることによって将来を前向きに捉えて自分の人生を歩めるようになっていけたら、そしたらそれはそれですごいいい社会になっていくんじゃないかと、そういうふうに捉えています。なのでこれをやるために夢中教室を作ろうというふうに僕は考えました。でそれをじゃあ実際やるとなったときに、人生は面白いと思える選択肢は何なんだというような問いにぶつかったんですね。 でそこで一個僕の中でこの授業を作るでヒントになったのが、まあ、この階段ですね。これ階段どういうことかというところの説明を少しお話しさせてもらえればと思います。はいあのこれをもしかしたらご存知の方もいるかもしれないんですけどこの不登校の子どもというのにもまあいろんなフェーズがあるっていうような話があったりします。あの最初のこのこ 学校にうわ行きたくないなーって浮きしぶりが発生してで、そこから本格的に登校を拒否するようになって、まあ、場合によっては部屋に閉じこもってしまう、引きこもってしまうというような状態が発生して、でそれから、まあ、だんだんと家族の中では会話の数が増えていくようになって、あのエネルギーが充電されるような安定値と言われるような時期になるんですけど、まあ、それでも、じゃあ外の場所にどこか行ってみようかとか、学校戻ってみようかみたいな話をすると、それは嫌だっていうふうになってしまう。ななかなかあの 何か暇ではあったり何かしたいっていう気持ちが心の中にどこかありつつも何かにはチャレンジできないっていう葛藤を抱えながらそんな中でもようやくようやくどこかの社会とつながったりする中でまああのだんだんと安定してもう一度その社会活動に取り組んでいけるようになるといったようなそういうようなあの流れがあったりするかなというふうに思っておりますで。ですああここでその あの一つ考えたいなというふうに思うのがあの、まあ、このマズローの5段階欲求っていうのはすごいご存知の方も多いかなと思うんですが、まあ、いろんなあのもちろんこれが全部正しい理論かというとそうではないみたいなところもあるんですけど、まあ、ちょっと分かりやすい話ではあるので少しこれを参考にさせていただくとこの、まあ、上に勉強に能動的に取り組めるようになるのはと書いてあるんですけど何かに対して能動的に取り組めるようになるタイミングっていうのは、まあ、この欲求の段階でも結構上の方の 欲求だというふうふに、まあ、あの,言われていますあのこれはこの下の生理的欲求というのは本当に生きることそのものだったりはするんですけど食べるとか寝るとかそういうとこが保証されたら次自分の安全っていうようにだんだんと欲求が変わっていくのかなと思うんですが、まあ、このある意味その学校で例えば集団が怖かったり人間関係がすごいうまくいかないっていうのはある意味そこの安全欲求がもしかしたら子どもにとって保証されない。 そこの安全、よりできる安全できる場所として家にいるっていうことが起こるとも捉えられるかなと思うんですが、まあ、この社会的欲求というところに当てはまる、まあ、これは別名その愛の欲求でもあるとは言われているんですけど、まあ、自分は家族であったり、家族外の社会の中にどこか居場所があるっていうような考え方ではあるんですけど、その子供たちにとってのその家の外の社会ってほとんど学校だったりするので、 一回不登校になっちゃった子ってこの社会的欲求をなかなか満たしにくいのかなと思っていますでその時に、まあ、あのなかなかここが満たせない状態で、まあ、この承認欲求だったりとかその先の自己実現欲求っていう自分が何かに対して能動的に取り組めるようになるのってなかなかできないんですよねなのでここの社会的欲求っていうその自分の居場所となるような場所を 満たせるような場所っていうのが不登校の子たちにどれだけあるんだろうと考えたときに確かにフリースクールとかあってフリースクールってめっちゃ大事なのでもっともっと数も質も増えていったらいいなとは思うんですけど、まあ、と同時に、まあ、家から外に出れない子たちにとって場所があっても行けないっていうような事実に僕はその授業を作っていく中で気付いたんですね。でそうななっってくるとやっぱりりこののいきなり外のフリーースクールに 乗って結構壁を頑張ってよじ登るぐらい大変なことだったりする子もいるんですけど本当はその壁をもっとちゃんと掘ってあげて階段にしてあげてその階段を一歩一歩ちゃんと登っていけるようなサポートが必要なんじゃないかというふうに捉えましたで、この時にまあ何も最初は気力湧かなかったりする子が、まあ、好きな子だったらやってみていい信頼できる人一人とだったら話すことができるというようになってだんだんとそこの枠が広がってって じゃあその好きな人が信頼できる人が言うなら何かやってみようとかじゃあその人が言うならもっと別の人に会ってみようみたいな形でだん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 じわじわその活動できる範囲が広がっていくようになるということが起こるというふうに思っています。なのでここの,あのところを見た時に、まあ、この僕が授業を作る時にそのたどり着いたのがその伴走者というそういうたくさん人がいる場所ではなくてその子に真摯に向き合ってくれる本当にいい人。 が一対一対でその子に横に寄り添っててあげてでかつその子と何をするかといった時にあの本当にその子が好きだと思えることやっぱり好きなことってその子のありのままのものであったりだとかその子らしさその子がよりエネルギーを持って取り組めることだと思うからその子と一緒に好きなことをやっていくでかつそれがどこか外の現実の居場所にあると家から出るのもハードルが高い子がいるからオンラインというツール たとえ,え顔出しができない子でも Zoom の画面をオフにした状態で人と話すこともできるし伴走者の人と出会うことができるというところでこのオンライン×伴走者×好きというところをこの授業の核として作っていけたらそういうこれまで不登校の子に届けられなかったものを届けられるようになるんじゃないかなというふうに思いました。 ということで,で、すねじゃあ今からそこで実際に具体的にこの夢中教室が行う伴奏プログラムはどういうことを行っているのかというところについて少し紹介させていただければと思います。はい、ということで,で、すねこの夢中教室はここにも書いてあるように好きに寄り添い自己肯定感を高める伴奏型のオーダーメイドプログラムというふうに呼んでいますあの。ここの裏にある写真はもう全部子どもたちがやっているようなテーマになってくるんですけれども。 まあそのコンセプトとしては人生が面白くなるようなワクワクを見つけていくということで本当に自分に向き合ってくれるようなもういい大人伴走者となる人と一緒に自分が好きで夢中になれるような学びであったり体験であったりそういうもの,をあのと出会えればきっと人生は面白くなっていくだろうとそういうところのコンセプトをもとにこのテストのためのご教科の勉強というのを一方的に教えるという従来型の学習スタイルとかではなくて。 子供一人一人の好きに寄り添った伴奏型のオーダーメイドプログラムを行う夢中教室というものを今運営しています。なので、まあ、この左側とかは実際にその様子だったりするんですけど、坂本龍馬とか歴史が好きな子だったら一緒に歴史について学ぶし、恐竜好きな子だったら一緒に恐竜を学んでいくみたいな、そういうようなことを行っています。で実際に今夢中教室の生徒数というのは無料体験の生徒数。 合わせると大体120名30名ぐらいえっといるというような状態でまあ、ちょうど今夢中教師ができ、2年目2年間ちょうど経って今3年目に入っているというような状態ではあるんですけど、あのその伴走者となるような先生たちも今20人ちょっとぐらいえっといるというような状態です。あの伴走者の人たちもあのすごい。いろんなバックグラウンドを持っている方がすごい。多くて。まあ,あの結構副業としてあのされている方もいて、やっぱりその何か自分が夢中で取り組んでいる。 音色があってそれをもとに子供と関わるとなると子供にもいろんなエネルギーが伝わったりするのでそういう人とかも結構多かったりするんですけどまあなんか例えば世界一周してきてなんかすごい自分の好きなことやるのって大事だなって気づいた人とかでまあ普段はコミュニティマネージャーっていうようなそのコミュニティ運営をやられてる方がまあその空いている時間に夢中教師に関わってくれたりだとかあとはすごいあの大学時代まではアメフトバリバリで全国とかでも活躍してて。 今ではそのスポーツ×地域おこしみたいなことをやりながらやっぱりその自分が夢中になれるの大事だなと思った人が関わってくれたりとかあとは結構夢中教室は6割ちょっとぐらいの生徒さんが、まあ、グラデーション割れた発達障害の診断を受けている生徒さんがいたりするんですけれども、まあ、あのそういうところもあってもともと特別支援学級とかで働かれていて。 なんかよりその自分の経験を生かしたいなというふうに思ったもともと教育経験がある方がジョインしてくれたりとかそういう形でいろんな先生がいろんなバックグラウンドの先生たちが集っているというような形になります。はいまあ、なのでこの,あの先生たちはですねあのいろんな特徴を持っていてその生徒さんたちからも、まあ、いろんな生徒さんがお申し込みに来るのでよりその好きとか得意分野がまあマッチするようにこちらの方では あのマッチングできるようにしていたりするんですけども、まあ、基本的にどの先生たちも、まあ、その採用条件みたいなところにはなるんですけど結構厳しくいつも見ていて半分以下ぐらいの場合倍率としては結構あの低いかったりするかなとは思っているんですけど、まあ、そこの理由としてやっぱりそのカメラオフとかでいきなり話したりすることもあるので結構高度なコミュニケーションスキルというものも求められたりするんですね。 まあなので、すごいあのコミュニケーションのまあ継承力であったりしっかり待つ力があったりとか自分が話しすぎなかったりだとかまあそういうところの,あのコミュニケーションのベーススキルというところがあった上えにまあ何よりもマインドセットとしてまあ子どもに本当に寄り添って子どものために考えられるような。 本当に素敵な人かっていう本当に優しい心の持ち主かっていうところを、まあ、すごいあのたくさん対話の中で聞かせていただいてなんかそこで条件に合った方が、えっと、ジョインしていただいているっていうのが今の状態となっています。で実際にこの伴走先生たちが実際どういうふうにこのプログラムを進めていくかっていうところの紹介を少しだけさせていただくとあの、まあ、今ここに書いてあるのこれマインドマップっていう呼ぶものにあるんですけど。 あの全部の生徒がこれをやるわけではありません。なんかこれってちょっとだけ抽象的な思考が必要だったりするので、そこがまだ難しいことかだったら、もっとおしゃべりから始めたりとか、場合によっては書いた方が好きなことかだったら、実際に紙と鉛筆で書いてみたりだとか、あそこもその子に合わせたやり方でやっていくんですけど、まず、その、最初に無料体験3回実施しているんですけど、そこの無料体験の1回目とか2回目とかでは、これその子がどういうことをやっているのが楽しいのかと。 そういうところから傾聴していきながらその子が実際にこの夢中教室でやってみたら面白いというふうに思えるようなテーマを一緒になんか見つけていくというような時間を設けています。今ここでこういう画面共有してるやつではこういう乗り物とかサッカーとかあるんですけど、まあ、あのどういうことやってたら楽しいのみたいなそういうようなえっと質問をしながらああサッカー楽しいんだよねとか乗り物すごい好きなんだよねみたいな話から。まあ、あの乗り物だけで終わらせずに もうちょっと3段階くらい深掘りをして動詞、まあ、に注目しながら深掘るんですけどあの乗り物が好きな子でも車の種類をめっちゃ調べるのが好きな子もいればその動いてる車がとにかくかっこよくてテンション上がるっていう子もいるのでそうなると実際に一緒に何をするかっていう時に調べるのかそれとも見るのかそれとも作るのかとかで全然テーマが変わってくるんですよね。 なので実際にそこの動詞とかに注目しながら3段階ぐらいその多様の中でその好きなものというのを深掘りしていきながらその中であのこのマインドマップを見た中でこんな好きなことあるの最高だねって言った上でじゃあどこをやっていったら楽しいかなって話を通してその一緒にやっていくテーマというものを決めています。でそこで実際にて決まったテーマというのが今後もしあの宇宙教室いいなっていうふうに思っていただいたら3回の無料体験の後にいつも継続してもらうんですけど。 そこの継続した中では、週に1回の60分間、そういう好きをどんどんあの一緒に深めていくというような時間で、本当にその子に合ったテーマというものを、のその伴奏先生と一緒に進めていくというような形になっています。まあ、これは本当にあの授業の一部の様子でしかないんですけれども、本当にいろんな足したようなテーマを行っていて、この画面にあるだけでも、恐竜好きな子とかだったら、一緒に恐竜を学んでみたりとか、 でそれは講師も別にあの伴奏先生も恐竜にめっちゃ詳しいプロフェッショナルっていうわけではないのでもう一緒に調べたりとかしながらあのこの恐竜とこの恐竜歯の形違うけどこれ何が違うんだろうねみたいな,なんかそういうところの,あの問いを一緒に考えたりだとか、まあ、歴史が好きなことはそういう歴史を学んだりとかあとは例えばマインクラフトとか好きなあの小学生とかすごい多い。 のでマインクラフトっていうレゴブロックの 3D で今やるゲームみたいなメタバースゲームみたいなのがあるんですけどなんかそれを使ってなんか毎回世界遺産を1個決めてそこの世界遺産を再現してみるみたいな子もいたりとかあとはアニメ大好きな、えっと、本当にあの生徒にさんがそのオリジナルカレンダーを作ってみたりとかあとは自分の考えてた物語みたいのを実際に絵本にしてみたりとか,なんか本かにその子に合った やり好きなことっていうのを、まあ、その伴奏先生と一緒にこうやったら面白いんじゃないかっていうのを一緒に考えながらやっていくというような、えー、っとスタイルをとっています。でですね、まあ、ここからはあの希望した好のみっていう形にはなるんですけど、まあ、よりその新しいことやってみたいなっていうような子とかがいたら、まあ、こういう少人数ゼミっていうものも準備していて。あの 何か特定のジャンルについて、まあ、合計4回とか合計2回とかのコマ数で、まあ、本当大学のゼミみたいなイメージなんですけどあの一緒に学んでみるとか一緒に対話しながら、えっと、深めてみるみたいなこともやっていたりします。これはゲーム形式であの戦国武将がどういう意思決定していたのかみたいなのを学んでみようみたいな少人数ゼミでした、まあ、こんな感じで本当にいろんなジャンルにわたることみたいなことをあの新しいチャレンジとしてやってみたいっていうこの場所も準備していたりします。 なので、密井教室はそのベースはマンツーマンの伴走先生とのえっと週1回の,えっとその授業というところがベースにあるんですけどプラスアルファでまあそういうい少人数ゼミみたいな少人数との関わり合いであるとかあとこれは希望の方なんですけどあの子どもと保護者さんのコミュニティというのもそれぞれあのオンラインコミュニティというのもえっとやっていてあの保護者さんが やっぱりその不登校の保護者さんとかあのなかなかつながれる場所がなくて困っている方とかもいるのでそういう方同士のつながる機会だったりだとか子ども供同士でオンラインで遊んだりする機会だとかそういうものも準備していたりします。というところが、えっと、夢中教室の内容になるんですけどもあの最後にこのテーマにも今回のタイトルにもあった通りこの夢中教室っていうのは自己肯定感というところがすごいテーマにしているんですね。 で今、この好きや深めるっていうところでなんとなく自己肯定感とかなんかもしかしたらあのいい感じになるんじゃないかなみたいなふうにもしかしたら思われた方もいるかもしれないんですけど、まあ、僕たちがこの2年間で100名以上の生徒と,、まあ、えっと接してきたりだとか、まあ、いろんなそういうい研究成果とか読んだりする中で、まあ、この4つのあるポイントが揃ってきたらその子とかはあの自己肯定感が温まって前に進んでいけるようになるのかなと思っています。 最後にそこだけ少し紹介させていただくと、この自己肯定感を温めていくために必要な4つのこととして、ここに書いてある4つのポイントがあると、結構その子があのだんだんと前に進んでいったりとか、生き生きしていくようになっていくかなと思っていて、まず1点目が、この認めてくれる人の存在を実感できること。これはやっぱりその自分はダメなんだと、自分をあの受け入れてくれる人とか、この社会にはどこにもいないんだっていうふうに、中には思っている子とかもいるかもしれなくて、 そんな時ににんかそったんだねって言って話をとにかく傾聴してくれる人自分のことを否定しないんだっていうふうに本当に心から実感できるような人っていうのがこの社会にいるんだよってことをその子にとって実感できるっていうまずここが第1個目のポイントとして大事なことかなと思っています2つ目としてあのその人との対話とかを通しながら自分のいいところに気づいていくってことが大事かなと思っています でこの自分のいいところっていうのは結構そのお子さんももしくはあるいは保護者さんも結構普段見ていてついついその子ができていることだから結構そういいこととか才能とかって自分がついついやれてしまうことだから結構自分自身が気づいてないことも多いんですよねだからこそその第三者であるこの伴走者がそこってすごいいいところだよみたいな形で伝えてあげるなんかここがこうこうこういうふうにできるってすごい素敵なことだよっていうふうに具体的に伝えてあげることで あ自分はこういうふうにいいところがあるんだなっていうふうに気づいていけるのかなというふうに思っていますでそれに加えてですねそこのいいところというものを通してちっちゃくてもいいから成功体験を重ねていけるというところを夢中教師は意識するようにしていて、まあ、これはどういうことかっていうと例えばさっきの授業の紹介でいうとなんかすごい絵本を作ってみたっていうこれもすごい立派な成功体験だなと思うんですねなのでそういうあの授業の中を通して何か成果物ができたよとか ここまで全部調べきったよみたいなできたっていう体験をあのたくさんその子にとって感じれるように対話するようにしています今そういう,そのだろう授業のプロジェクトの中でできたっていうのももちろんそうなんですけどその画面オフしてた子が画面オンにするようになったっていうのもすごい立派なできただなというふうに思ってるんですねやっぱりそのできたっていうのはその子の今の立ち位置から見たできただと思うのでその一般の人から見たら本当にちっちゃなことかもしれないけどその子からしたらすごい大きな一歩なできた。 といううとところがあると思うしそういうところに気づける伴走者でありたいというふうに僕たちは思っているので、まあ、そういうところをしっかりできたねって伝えながら成功体験を重ねていけるというような関わり方をしてで最後にそういういいところを通して誰かの役に立てること、まあ、これは別言い換えればありがとうと言われるような経験をたくさん積めることだと思っています。 本当に夢中になった時って僕たち大人が知らないようなこととかたくさん調べて教えてくれたりとかすごいいい提案とかしてくれるようになるんですよねで。そういう時とかめちゃくちゃ僕たち先生はありがとうって伝えるようにしていてやっぱりそういうふうにありがとうっていうのはその第三者からそうやってんだろう感謝されたりする経験っていうのは自分がこの社会の中であの誰かにとって価値があることができたんだなっていう経験につながっていくのかなと思ってやっぱりそういうことを通して その子ども、まあの,の自己肯定感というのがだんだんと育っていくのかなというふうに思っています。まあ、なのでこの好きなことをまあ見つけて深めていくというようなこのスタイルのまあ裏テーマというかどんな好きなテーマであったとしてもこの4つのポイントがしっかりと組み込まれるようにあの先生たちがまあもちろん研修とか通してこれができるようにあの一緒にあの生徒たちに関わっていくというような形になっています。 というところが、えっと、地域教室の、えっと、ところになっていて、まあ、具体的なあの生徒さんの事例ですねあのちょっと時間もだいぶ押してきたので、あの1つだけあのご紹介させていただくと、あのまあ、どんなふうにその生徒がその成長していったかというところを紹介させてもらえればと思います。あのこの生徒さんは、ですねあの初回始まってから1ヶ月ぐらい、小学校3年生の女の子なんですけど、もう画面に映らないようにずっと隠れちゃってるお子さんだったんですね。 で直接話すっていうことに対しては、まあ、ハードルが高くて、まあ、この担当の先生がお母さんを通して会話をするというような状況が、まあ、最初の1ヶ月ぐらいずっと続いていましただんだん23ヶ月ぐらい経ったタイミングからまあひょんなことをきっかけに一人でだんだん参加できるようになってきましたでその子自身はもともとお絵かきが好きだってことがあの話にあったのでなんか一緒にお絵かきしりとりとかを これ、あの、ズームでできたりするので、お絵かきしりとりをしたりとか、なんかオリジナルキャラクターとかをちょっと絵で描いてみて見せ合ったりとか、そういうことをしていたそうです。で、その中から、まあ、4ヶ月ぐらい経ってからですね、このオリジナルキャラクターっていうものを使った、このラインスタンプ作ってみたいんだっていうような話になったみたいで、そこからその、この子のオリジナルキャラクターのラインスタンプ作りっていうのが始まって、それが完成した。 でそこの回線完成した体験がすごい嬉しかったみたいで、なんかそこから、なんかみんな家族とかこの先生も喜んでもらった体験が、まさにさっきの4番目の,あの成功体験と誰かの役に立てたみたいなところからあ、なんか最初は絵を他の人に見せるのなんて絶対嫌だったけど、なんか絵見てもらうのって楽しいなっていうふうに思ったみたいで、それからは結構このキャンバーっていうものをつあのツールを使ってデザインを作ったりだとか、あとはそこで自分で描いた絵を ちょっと学校に行ってみて保健室登校をしてみてそこにいる先生とかに自分これ書いたんだよってを見せてみるようになったとかそういうような嬉しい反応が起こったりっていうような生徒さんだったりします。っていうような事例とかがあったりします。はい。ということでですねあの、まあ、最後にまとめるとこの夢中教室っていうのはあの、まあ、このソーシャルインパクトと書いてあるんですけどこの子どもたちの,この何らかの理由で学校が合わなくて この自己肯定感が下が下ってしまううという、まあ、そこを解決課題を解決するためにこの「夢中教室」という授業をやっているんですけど、まあ、この夢中教室を通して、まあ、本当に自分に向き合ってくれるような、まあ、いい大人の伴走者と、まあ、自分との好きなことと出会えることによって、まあ、人生はキュレアに値する面白さがあるんだなと実感できてでそれを通して、まあ、その人との比較に縛られずに自分の人生を歩めるようになっていくという。 そこまでの伴奏サポートというものを一緒にできていけたらなというふうに思っています。はい。あの、最後に、まあ、ビジョンミッションみたいなところの話になるんですけど、まあ、こういう今言ったところと同じにはなるんですが、まあ、こういうところを目指している、えー、事業になります。まあ、まだまだあの未熟でまだ力不足なところとかもあるんですけども、もっともっとこの日本の子供たちにこういう機会を、まあ、社会インフラみたいな形で届けていけるように、これからも頑張っていきたいなと思いながらやっているという形です。 はい、ちょっと時間過ぎてしまったのですが、えっ、ー、と皆さんご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですよね、本当は学校って、ね、学校だけが学びの場ではないはずなんだけれども、子どもたちにとってあまりにも位置づけが大きく、はい、なおかつ他の選択肢がないがゆえにそこから外れてしまうと、不登校、学校に行けないだけにとどまらない様々なネガティブな、 側面が出てきてきしまう、うん、そこに対して世界ってもっとこんなに広いんだよってことを伝えてくれるそんなサービスなんだなと思いながらお話を聞いていてました <laughs> ありがとうございます、はい、あのたくさんの質問が来ているんですけども、まあ、一つに、まあ、冒頭その自己肯定感が日本の子どもたちはとても低いってお話があって、うん、まあそれにえ付随してですねそのの国内外の 海外と比較しての不登校の状況やその対応に関する違い、うん、もしくはなぜ日本の子どもたちが自己肯定感が低くなってしまうのか、そこの教育的な課題についての質問が複数来ていますけども、いかがでしょうか、はい、あそうですね、えっと、そちらについて答えさせていただくとあ、これって画面共有停止した方がいいですかねどっちでもいいですよ、なんか,っか表示されたい資料があればしていただいて大丈夫です。あはい えっとですね、ちょっと僕も全ての海外の事例を熟知しているわけではないので、えっと、一部の話とかにはなってしまうかなとは思うんですけれども実際日本の不登校っていうのは海外とも比較してもすごい割合が高いというふうに言われています、まあ、例えばドイツとかだったりするとあの学校が合わないっていうふうになったらもうそこは別の学校にもうあの転校できるっていうのがもう制度として決まってたりするっていう話をちょっと聞いたことがあってみたいな仕組みがあったりだとか あと,、えっと、オランダとかだと、えっと、先生の一人当たりの持てる。生徒の人数の上限っていうのが決まってて、確か十七か十九ぐらいだったと思うんですけど、その先生一人で見る。生徒数が多く、増えすぎないっていうところが、その制度で決められているとか、そういうところがあったりするんですね。でまあ、なんかその日本がなんでそういう自己肯定感が低いのかとか、まあ、そういう不登校が増えているのか、っていうところの。 話をすると、まあ、ちょっとこれはかなり複合的な話になってくるので一つというふうに言うのはすごい難しいなとは思うんですけど、えっと、学校の仕組みという点で、まあ、ちょっといくつか質問をいただいているのでそのが今の既存の義務教育というところで言うとあの、まあ、僕が思うのは夢中教室を取り組みをしていてさらに思うようになったのはやっぱりその大人数大人数っていうのが合わない子たちっていうのは一定数いるっていうのがあると思うんですね。 その子たちを無理やり今の大人数のところの箱に押し入れて何とかしてしまうというところはやっぱりどうしてもその実実態と現実は乖離が起こるなといいう,うに思っています、まあ、なので1個アイデアがあるとするとまちょうどこの間その小学校で副担任制を導入するみたいなニュースが結構話題になってたと思うんですけどまあそういうその副担任を導入するであるとかその子どもたちを見る大人の数を増やすっていう。 で大人が見る子供の数をそれによって減らしていくっていうで、それでより個別の対応ができるようになっていくようにするっていうところは、一個大事なポイントなんじゃないかなと思っています。ますで、あとは、あ、はい、あすいません。どうぞ、どうぞ、続けてくださいあ。はい、あとですね、えっと、そうですね、そのまあ自己肯定感が下がってしまったり、まあ、これはある種の生きづらさだなというふうには思うんですけど、まあ、これは結構、そのレールが1本しかないっていうのは、結構、あの、 レールが一本にしかないように見えてしまう社会だっていうのは結構大変なのかなと思っていて、あの、例えば他の、まあヨーロッパであったりだとか、他のアジア地域とか、まあ比較的その、あんま自己肯定感が低いことで苦しんでなさそうな地域って、なんかその、受験をゴールとしない教育が結構大きいなと思うんですね。やっぱり今って受験を結構ゴールとしているところが今でも結構あって、やっぱりそのいい大学に行かないといけないだとか、 そのために点数を取っていかないといけないっていうところがもちろんそれによって夢を叶えることとかもあるからそれも1個あっていいというふうに僕は思ってるんですけどそれしかないっていう状況が結構生きづらさを生んでいる1個なのかなと思うんですねなんかそれと同じ軸でもう料理を極めたい人はこういう料理学校でいいじゃんであるとかなんかなんだろうスポーツ、まあ、今もスポーツ全然あるからいいかもしれないですけど例えばめっちゃマジシャンになりたい子とかだったらそれと同じ立ち位置でマジシャン学校とかがあっていいじゃんみたいな なんかそういうようなのがなんか通年として当たり前の社会とかだったりするとなんかもっと自分のやりたいこととかに素直になれてなんかあ自分はこれでいいんだなと思えるようになるのかななんていうふうに思っていたりします。というような感じますになってでいすそ,うです、ねうん、そういう意味において言うとその夢中教室に通われている子どもたちの中からたくさんのこういう道もあるんだよっていうロールモデルが示されていくと、うん、ここから先なかなか、ね、人数の多い コミュニティに合わなかった子どもたちが新しい道を見つけるきっかけになるかもしれないなと思いましたそれ、うん、から比較的複数来てる質問としてあの、はい、とは言っても多分その人と人との相性ってすごく大事だなというふうに思うとうん、うん、伴走される先生と子どもの 適切なマッチングっていうの,いうのは、はい、どうされているのかっていう質問が来てるんですけども、はい、やはり、ね、どんな人間でも合う合わないってありますので、ましてやちょっと心にね、時に傷を負っている子どもたちだと余計だと思うんですよね。うん、そこら辺はどのように工夫されていらっしゃるんですか？はい、ありがとうございます。そうですね、工夫している点としては、えっとまずマッチングじゃないところでちょっと一個だけ言うと、えっとまずその。 いる伴奏先生全員が共通して持っているものとしてそういう傷を負ってしまっている子たちの関わり方というところは必要スキルとししてて採用していますでその上でじゃあより相性だとか好きなことのマッチングどうするかっていうところがあるかなと思うんですけど、まあ、そこについては、えっとまあ、2つあるかなとは思っていて、えっと、事前に結構保護者様に申し込みいただくときに結構細かく記入していただくことがあって好きなことは何ですかみたいなこととあともしそういう特性とかがあったら教えてください。 であるとかそこについいてて結構記入していただくんですねでそこをもとにあのなんだろうそのどういう先生がいいかっていうところあの希望とかあったら書いてもらってえっとマッチングできるようにしているっていうところが1点あるのとあともう1個はあのまあ、とはいえでも大丈夫かなって不安になる方も結構いると思うんですよねどんな子でも大丈夫だって子もいればあのどちょっとそこら辺がより繊細だって子もいると思うので。 なんかそういう方には、あの事前面談というのを設けさせていただいてて、あの僕とかあの運営チームがいるので、運営チームの方と一回事前に面談させていただいて、よりお子様の,その話とかをヒアリングさせていただいて、その上で、こういう先生がいるんですけど、この先生、こういう特徴でこういうことが得意だったり、バックグラウンドがあるんですけど、合うかなと思ったんですけど、いかがですかみたいな感じで、その保護者さんと一緒にすり合わせをするという時間も設けたりしています。 はい、なのでそこをやっていて、今、結構あんまりマッチングがうまくいかないことが続いているなというところは今のところあんまりないかなという今後の展開といいますか自治体等の連携などに関する質問も来ているんですけども、はい、確かに先ほど。 えー、フリースクール使われている子どもたち全体が3%だよと話があって全国でまだまだ困っている場所に困っている子どもたちがたくさんある中でより広くの子どもたちにこの宇宙教室を届けるための工夫として、まあ、今、取り組まれていることもしくは今後取り組みたいと考えていらっしゃることがあれば教えていただければと思います。あありりががととととううございいいいままままます,そうです、ね、あの現状まだだだだはは取り組めてていないというのがあの実態ではあっっ、まあ、ま年のちょっとまだまだ あの若い授業であるって事例をとかも、えっとまあ、ようやくちょっとずつできてきたというところではあるのでこれからは本当にあの今ご質問いただいたように自治体とと連携してていいいいきたいなっていうところを持っていますそれこそ,そのオンラインでいるけどやっぱりオフラインのつながりも大事だというふうに思っているのでそういう自治体さんと連携してその無地教室を利用している子とかが自治体にあるそういう場所に通えるように連携するだとか。 なんかそういうようなあの連携というのを今後、あのどんどんと増やしていきたいなというふうには類似サービスに関する質問も来ていまして、まあ、確かに特にコロナになって、はい、まあこうやってオンラインでいろいろな体験ができるよといったようなサービスであったり、うん、もしくはその不登校の急増という状況を受けてか不登校の子どもたちに対するサービスも昔よりかはまだ多くはないと増えてきていたりですとか、うんうん えっと別の視点で言うと、子どもたちの好きなことを応援する探究学習を応援するんだよというような学びの場っていうのも、うん、まあ前よりかも出てきているかなというふうに思うんですけども、うんはい、その点において、まあ、意識されている、えー、サービスや他とここはえっ、ー、と夢中教室、うん、ここが違うんだよというような点があれば教えていただければと思いますけどもいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、あのまさにおっしゃっていただいたように、まあ結構そういう探究系の学びとか増えてきているなというふうには思っているんですけど。 えっとまあ、違う点で言うと、まあ、その探究自体を、まあ何だろうまあ、目的としすぎていないというところがあるかなと思っていて僕たちはどちらかというと本当に伴走というところを大事にしているんですね、まあ、なのでその生徒の状態によってはまだそういうい探究とかに気持ちが向かないことかには無理やり探究を進めることとかはしなくてただただこの60分はその子は大変だったことを話してもらうとか。 なんか最近こういうこと悩んでて何もできないんだよねってことをひたすら聞くっていうような時間もあったりします。なのでなんかそういうことを含めてそのなんだろうある意味教育だけではなくて寄り添うパートナーみたいな,なんかそういうところの色がすごい夢中教室は強いのかなというふうに思っています。 ありがとうございうたいですよね。探求を目的とするのではなくて子どもたちのエネルギーレベルを上げることを目的とされていて、はいうん、それの一つの手段として夢中になれることが見つかった子にはそれをサポートするしまだその段階ではない子にはカウンセリング的なアプローチをされていらっしゃるということですよね。すす、うん、すごごごいいいいい綺麗にまままとととめててただあありりががううざざ <laughs> えっと、まだまだたくさん質問が来てるんですけどもう一つ比較的いっぱい出てきてる質問が、はい、その好きなこととか夢中になれるものっていうのが、うん、まあなかなか見つからないんだよっていうそのハードルが高いんじゃないかどういうふうにそれに対して夢中教室さんとしてはあの伴走されているのかっていう質問も来てますけど先ほどねいくつかあの 事例と言います。お話いただきましたけど、はい、なんか保護者の方々の質問が多いのかなと思いますので、保護者の方々にとってヒントになることを教えていただければと思います、はいはいあ。ありがとうございます。そうですね。あの、まさにすごいそこはやっぱり心配される方はすごい多いんじゃないかなと思っていて。まあ、実際にその入った段階では好きなことほとんどないっていうふうに、あの、話していることかもすごいたくさん出会います。で、そんな時に、その、さっき。 あの、お話しした、最初に好きなことを聞いていくっていう時に、まあ、その聞き方で大事にしているのがまず1個あって、好きなこと何なのっていうふうに僕たち聞かないようにしてるんですね、あんまり。で、っていうのも、まあ、やっぱり大人でも聞かれても、一見聞かれるとうっ,ってなっちゃうこともあったりするかと思うんですけど、あの、なので、この1週間やってて楽しかったことどんなことだったとか、なんか昨日何やってたのみたいな体験ベースでいろいろ聞いていくようにしています。で、そうすると、体験ベースだと、 まあ本当に何もせずただボケっと椅子に座ってるだけの子っていうのはほとんどいないかなと思っていて何か何かしらやってるはずなんですよね。んかこういうことやってたっていうところにその子の好きとかなんかちょっとワクワクできるヒントがあったりするかなと思っていて実際それはゲームだったりすることとかも多いかなと思うんですけど実際そういうことかゲームを通しながら世界を広げていったりするパターンっていうのも結構あってなんか ちょっとと事例で紹介するともうゲームを実況を見せてくれるっていう子がいたんですけどそこのゲーム実況みたいなことで今日実況うまくできたポイントみたいなとこをスクショとかしてもらってそれをこの Google スライドにまとめていったっていう子がいるんですね。でそれでまとめて伝えるの楽しいじゃんってなってそこからまとめることからそのスライドを通してデザインする楽しさに気づいてあ自分こうやってデザインして誰かに見てもらうの好きだったんだっていうのがその中で まあ本当半年とかかけて気づいていった子なんですけどそれを通して今はそのデザイン作りみたいな,なんか広告とか見ながら真似てみるみたいなそういうことにいった子とかもいるのでちょっと短期的にその1ヶ月でその子の好きなことがバシッと見つかります新しいことが見つかりますってことが言えるとは限らないんですけどちょっと中長期的な目線でその今あることからじわじわとその世界広げていくっていうところは結構できたりすることかなと思います。 ありがもうちょっと軽い、はい、<coughs> 好きなこと今日と明日で好きなこと、うん、夢中なことが変わってもいいじゃないかっていうふうに捉えれば好きなこととか夢中になれることっていっぱいあるんだけれども、うん、なんかずーっと追求しなきゃいけないことのような思い好きなことって言われてしまうとうっとくるっていうそこはなんかちょっともしかしたら日本の、ねうん、特徴かなと思うところも時々私は個人的には感じてたりもしたんですけど。おっしゃる通りですね。はい はい、それから、えっと、最後に2点質問を取り上げておしまいにしたいなと思うんですけど1つは今紙や ICT などいろいろな形式を使って中教室でも使われていると思うけれども子どもたちのコミュニケーションを、まあ、より円滑にしていくよりあの子どもたちのやりたいことをサポートしていくにあたって本当はこんなツールがあったらいいなみたいなことがあったら教えてほしいなという企業の方からのご質問。それから最後の1点が 日本の教育のあり方、先ほどおっしゃっていた受験がゴールだっていうのはこれから変わっていくと思われますかと、うん、いう質問が来ているので、はい、その2つについてお話いただいたしまいいいいにしたとと思ままますすはい、ありがとうございます、えっとま、ず1点目のごご質問ありがとううざいますそうですそでねあのコミュニケーションツールみたいなところで言うと、えっと、いくつかあるかなと思っていまして、まあ、結構、夢中で教の場合カメラオフで話したりすることが多いんですよね。 なんかそうなるとその相手の表情とかが分からなかったりとかあとどうしてもこの手元で何やってるか分からなかったりするっていうところがあるのでなんかその相手の顔が見えなくてもいいんですけどなんかそういうなんか手元が見えたりとか,なんかちょっとそこら辺がより分かるものがあったらいいかなっていうのは時々思うのが1点とあともう1点で言うとやっぱりこのどうしてもそ,のじゃあそういう顔 あの声とかなかなかうまく話せない子とかが何か書いたりしたらできたりするってこともあったりするんですけどどうしても書くのが苦手な子がいたりとかタイピングはまだできないって子がいたりしてそうなるとこのオンラインでのその,文字ベースのコミュニケーーションツ何かその時によかその時だろうまあ例えばその一時ミュートにして話したことをなんか自動音声をなんか。 音声をすごい文字起こししてくれて画面上にパッと伝えてくれてそれを通して「あこの子こういうこと言いたかったんだ」って分かるだとかなんかちょっと待ってほしい時は「なんか待ってね」マークが出るとかなんかそういうところとかがちょっとまとまりないんですけどできたりするとなんかよりオンラインのコミュニケーションが円滑になるのかななんて思ったりはしています。と、はい、いうのがえっと、はいね、えー前半の質問ですね。 で後半の日本の教育の在り方受験という一つのゴールいやこれは本当にどうなっていくんでしょうという感じではあるんですけどあのあ僕は変わっていくんじゃないかなというふうに思っています。でというのも、まあ、どうしてかっていうと、まあ、結構歴史を振り返った時に、まあ、結構そう教育が変わるタイミングっていうのは社会が変わって、まあ、その後とにまあくっついてくるような形で5年後10年後とかに変わってくるってことが結構まあ江戸時代でも明治時代でも。 戦後ででも起こっててきたかななんんいうふうに思うんですねでそれを考えるとちょうど今社会って変化してる過渡期だというふうに思うんですよ。まあ、これまでその受験というゴールというところが社会でどういう形でやられるかっていったら、まあ、大企業一辺倒の終身、まあ、雇用型の高、まあり能っというところの社会だったところが、まあ、結構そういう金,金融資本主義的なところから、まあ、なんか倫理型の資本主義とかに 移行していったりだとか、なんかもっと別のいろんな形があっていいよね、みたいなのが、多分このコロナ禍を経て加速したんじゃないかなっていう感覚があって、多分この10年間とかを通してそれがもっともっと起こっていくんじゃないかなというふうに思ってます。そこの社会が変わると、やっぱり教育ももっともっと変わっていくようになるんじゃないかなと思うので、 まあちょっとこの1年とかは難しいかもしれないですけどまあこの5年10年っていうスパンで見たときに教育はこれから変わっていくのかなというふうに個人的にはちょっと楽観的に希望を持っていたりはしますありがとうございますぜひ夢中教室がその先動に立っていただけるといいんじゃないかなと <laughs> 教育を変える我々も引き続き尽力したいと思います、はい、というわけで今日はもうちょっと時間になりましたのでおしまいにしたいと思いますどうもありがとうございました あの視聴者の皆様に来週以降のご案内をして、えー、今日は終わりにしたいと思います。はいというわけでえ、来週以降はこのような、えー、スケジュール予定しておりますので、引き続きご参加いただければと思います。というわけで、辻田さん、今日お忙しい中、どうもありがとうございました。ここちらこそありがとうございいまましたた連携方法など相談ささせてください はいありがとうございますはい、視聴者の皆様もありがとうございましたまた来週再来週かなお会いできればと思いますではこれでおしまいにします